木曜日のコラコラプロ書評価にしてプロインタビュアー吉田剛さんです。はいいいお願いします ハキハキと紹介されるこの感じでやられるとなんかこれからなんか嘘のコーナー始まるんですかひどなんかなんかね嘘番組とか作る嘘コーナー作るこのテンション使うじゃないですか。やりすぎな感じのっていう嘘感が出るそうなんですよ。こいうふざけた番組でこうやられるとふざけてんだ。ふざけてんなっていう嘘でしょこれって思うんよろしくお願いします。今でもタシさんがのびのびしてんの放送聞いです今日はね放送中に分離ぐらいのこともないんだね。しゃべけない。 はい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 ですよはいまだ実は僕今ねすごい大物の取材してきたんですけどまだ名前言っちゃいけないんですよ大物誰ですかわかんないですか誰大物大物俺の中で大物って落合とかだもんな会いたいですけどうん誰でしょうああそこ行ってきたああマジでマジでへえどうでしたいやすごい意気投合しましたよ なるほど。いいやつ。なるほど。ヒントを言うと、シュリンプさんみたいな。言い過ぎですよ。エビドリ系のシュリンプさんで。はいはいはい。っていうのを今やってきたんですけどね。まだ言えないです。はい、すみません。でも、あの、後にいつか発表しますのでね。はい。そんな感じですよ。大丈夫ですか大丈夫です。番組やりづらくないですか大丈夫です。大丈夫ですかはい本日は、えジョー山中さんと。そうなんですよ。ということでございますね。はい。 今流れていうのはそのまあね77年,年公開の「門海岸人間の証明」の主題歌、うん、人間の証明のテーマなんですけどね、まあ、ジョーさんその7日に日曜日にあの肺がんのため亡くなって64歳にして 1>、うん、まあ僕1回取材してその後も何度かあのパーティーとその他でお会いしたりとかしてるんですけど、うんえー、ジョーさん、まあ、1946年9月2日生まれ、まあ、終戦の翌年でジョーさん2001年に徳間書店から自叙伝 明石永遠のシャウトっていうのを出してるんですけど、大事、モックン、あの、帯分、村上流、ビート、けしすごいですよね。すごいですよ。モックンでとこが、この優也ファミリー感が出てるんですけど、すっごいいい本なんですよ、これ。そうなんです。ものすごいのが。僕、この年の年間ベスト3に出てる、濃さで。あの、よく、明日の城と、まあ、名前もそうだし、なぞられることが多いんですけど、矢吹城以上ですね。ああ、生き様が。生きま まず執事からして、まあね、ジョーは孤児だったわけですけど、まあ、孤児よりややこしいというか、まあ、7人七人兄弟の真ん中なんですけど、まあ、1人だけ肌の色が違うっていうね、うんまあ、黒人米兵であのお父さんがあの、戦後、お父さんが戦争から無事帰ってきたんですよね、うん、だからあの、戦争行ってる間に何かお母さんあって、その後無事帰ってきて、その山中さんの下に3人生まれるんですよ。うん、っていうい一番なんか 肩身狭いとかどうしていいのかわからない状況7人兄弟なんだけれどもええん真ん中の1人だけ違ううんええんで複雑な心境だったと思うんですよっつったらいや別に勝てないで、ね、みんな同じだからっていう感じである程度の年齢になるまで自分ではわからなかったっていう周り、うんまあ、言われたりとかしてなんか気づいたぐらいだったんですけど、うん、で小学2年の時に家が火事になって引っ越しでそのある日の夜血を吐いて で翌日、病院に行ってレントゲン取ったら肺に穴が開いてるっていう、まあ、結核で即入院で2年間ですよ子のの頃の話ですよね,そうですね小学生で2年入院生活を送ってで入院期間中に親戚からの手紙でお母さんが亡くなったことを知るうん、ね、で退院後16歳まで養護施設で生活っていうね、まあ、そういう環境だと本当強くなるしかないじゃないですかで、まあ、根欠人っていじめられても、まあ、その親まで蹴飛ばすぐらいに強くはなったって言ってて。 で人生の目標とかあったんですかって聞いたら、何もなくて、ただ、高校はちょっと勘弁ということで、高校には行かず、車の修理工場で働き始めたんですけど、で自分には何か合わないって言うんで、まあ、しょっちゅうそこら中で喧嘩してたら、それを見た全然知らない人にスカウトされるんですよ、ボクシングやってみねえかっていう、うん、うん明日ののョーなんですよね、完全にそうですね。<笑><笑>いいキレしてるみたいなことになったんで、競泳ジムに、金平さんにスカウトされて。 でまあ、朝6時に起きてトレーニングして、夕方5時まで仕事して、で夜本格的に練習っていうハードな合宿生活が始まって、まあ、当時、本当、科学的なそういうなんかね、うん、やり方も分かってない時代だから、とにかく無茶しろっていうことで、うん、だから今のボクシング見てると、結構生ぬるいなっていう感じがしないでもないって、昔は風邪ひいたなんて言うと、やれば治るっていうぐらいでって言ってて、うんでまあ、またリアル明日ののョーなのかな、現状との対決っていうのもあって。 で新人戦の前にあの、ライト級だったんですけど、当時、ライト級はあまり人数がいなかったんで、ライト級は日本でいうと結構重たい方ですよね。ですよね、うんそう。だからそんなに人いないんで、そんな人数いないところでやってもしょうがないから、階級一つ下げて、大勢いるところでやった方がいいんじゃないかって言われて、減量始めるんですけど、試合3日前の時点で12キロオーバーだったって <laughs> <laughs> 落ちるわけないじゃいです完全無理ですよ で試合の前日、あと1キロまで来たんですすげえ、それも。11キロ落としたんですけど、サウナの中で全身、痙攣脱水症状、救急車で病院に運ばれるっていうね。で、その直前に力也さんと知り合ってたんですよ。力也さん主演の映画、自動車、自動車泥棒っていうのがあって、で、ハーフの人たちばかり集めた映画と。で、山中さんもその映画に出ることになって、そこからの付き合い。で、僕は力也さんとそこで知り合っちゃったらもうって振ると、 そうそうそうって言ってて、うんまあ、力屋さんとかとつるんで、映画の撮影が終わると、横浜に遊びに行ったりあの、女性連れ込もうとして警察に捕まったりとか、いろんなことをして、その後、不良番長とか映画だと出て、でそれを見た深作金二監督に声かけられて、三宅一郎さん主演の黒バラの館と映画に出,出たりとか、深作監督の強科こそ、我が人生に出たりとか、まあ、出演リストから漏れてるような、すごい映画、いろいろ出ていて。うん、だからそうやってていいろいろ出てながらも 本人としてはなんなんですか恐喝こそ我が人生ってすごいタイトルの <laughs>、ま、今アウトですよね <laughs> 映,画映画だなと思って <laughs> でジョーさんと松方さんと室田秀夫さんと丹波哲夫さんとかが、えー、と政治家とかヤクザとかを恐喝するというストーリーっていう,う <laughs> 悪そうな人たちが恐喝するだけで映ってい <laughs> すごい、ね、<laughs> そうですねそう <laughs> で,もでもそういうことやりながらも役者とかやりたいとは思ってなかったってつってて 減量の失敗でちょうど、まあそのね、病院に運ばれたこともあったんで、結局ボクシングもやめて、で当時、横浜の駅ビルにジャズ喫茶があって、その横の喫茶店で友達とお茶飲んでたら、そのバンドの人たちがたむろしてると、うん、でジョーさんのことを見て、歌、歌えるって聞かれて、歌ったことないけどで、じゃあなんか知ってるって、エルビスのハウンドドッグなら知ってる、じゃあ歌ってみないって流れで歌って、その結果バンドに入るっていう、毎回スカウトなんですよね、うこうやってね。そ<う> <laughs> 偶然 偶然というか、まあでもどっかその辺のオーラにいると、なんかビカッて光るものがあるってことでしょ、多分オーラビジュアルのインパクトも違いますよね。わ、うん、かりやすく、本当若い頃の写真とか,かいい見して、えー、アフロ時代の。超かっこいい,い。そうなんですよ。<laughs> <laughs> すごい。うん、日本じゃないですよね。そうだね。<laughs> うん、あのデビッド・ボーイが当時あのファンだったぐらいかっこよかったで、えー。で、そんなふうに歌い出してで、最初にやったステージ、 のライブハウスにまたたささんんんが出出入りしてででですすよ <laughs> そこでさんと出会うわけですけど最初、ユ雅さんのことあんま好きじゃなかったっていうんですよね、結構無視されてたからっていうで、あの頃はそういうスターの人たちに挨拶して、無視されるとこの野郎と思ってたんだけど、しばらくしてからユ雅さんがそのジョーさんのステージ見る,くるようになって、ある日あの、アメリカのリズムブルースのグループのフォートップスのレコードを持ってきて、お前、こういう歌歌ってみなって言われて、でだんだんそっちになっていくっていう感じなんですけど。 やっぱそのなんでそんな気に入られるんですかねって聞いたら、多分経路が違うからだと思うっていう、だからみんな興味を持つんじゃないかなってってて、うん、確かに山中さんね、あのまあ、ジョーさん、フロント立ってたらかっこいいだろうなっていうね、うん、ただ、そのグループサウンズの時代、もともとグループサウンズのね、498ってところでデビューしてるんですけど、その頃は本当、かわいこちゃんの時代だったと、澤田賢二とかねっていう、うん、だからまだちょっとそれは早かった。 その後、ゆうさんにインターナショナルに通用するグループを作りたいからってことで、声かけられて、フラワートラベリングバンド結成になるわけですけど、まあ、これでまあ伝説のステージっていうのがあるんですよね、全、うん、教党にコンサート妨害っていうかあの、乱入されたんですよね、ライブ中に、このなんかエピソードが自伝ですごいかっこよく書いてあるんですよね、あのー、とにかくその反対性であるロックが資本主義的に風を取っているのは許せないということで、全教党がステージに乱入してきたんですよ。 ただ、何時に結婚しようって決めてたから、誰が出ててもよかったらしいんですけど、うんで、より言うと、このジョーさんが出てる時に来たんで、襲われたら反撃するのが当然だっていうね、俺は元ボクサーだから自分から手を出すのは一瞬ためらった、だがそのままではやられてしまうということで、ギターもドラムも演奏しながら応戦してると。うん で、俺も黙っていられないから、飛び蹴りに投げ飛ばし、走行ううしてる時に相手は一人減り、二人減りして退却その途端、雷が鳴って大雨が降り出した。見ていた観客は、すごい演出だと感動してる。てそうだよね。<laughs> いや、写真もあるんですよ。これもすごいかっこよくて。そう。 あの、全境と撃退中の写真ていう。本当だ、ステージ上じゃん。雨降ってるからみんなお客さん傘さしてる、なんか。すごい上半身裸でジーパンの連中が。入ってきて、上半身裸のジョーさんがお風呂で次々撃退してるそうだね。すっげぇかっこよくて。すごいね。うん。しかもこの時、ドラム以外のメンバー全員で戦ってて、ドラマはずっと音出してる。体してる。ドラマがずっとリズムキープしながら、演奏の間にずっとやってたってということだ。 倒れた瞬間、心配、パシャーンみたいな。ダメがパーッと弾いて始め、でね、かっけーって。<ー>で帰り道しただけじゃなくて、ちょっと切れてたから、ジョーさん曰く、日比谷公園探しに行ったら、ちょうど6人ぐらい集まって集会やってた、そいつらがって。そこ、うん、でそいつらボコくもにして、リーダー連れてきて、ステージで土下座させて謝らせて、楽屋でまたしこたまぶっ飛ばして、それ以上やったら死んじゃうってぐらいに言われるぐらいまでやっちゃったっていうね。うん、そしたら、それがなんか伝説になっちゃったんですよ、また。うん、すげえっていう。う しかも全教徒に抑えたりしながらも、なぜか日本赤軍から尊敬されてたっていう話があって、僕がインタビューする5、6年前にボランティアの人たちと北朝鮮に行く機会があって、夜レストランに行ったら日本人っぽい人が2、3人近づい,いてきて、ジョーさんですよねって聞かれて、うん、ジョーさんは、あ、あの方だしですよねって言って、うん、いわゆるヨド王のメンバーだったってい昔日比谷とかよく見に行ったんですよって言われて、<laughs> うん で、ジョーさんはその2日後に日本に帰る予定だったんですけど、ヨド号のメンバーの人に送別会とかやりたいからうちに来ないですかって招待されて、うん、それでいろいろ話したらヨド号のハイジャックとかにも話してくれて、そのメンバーの人曰く、当時フラワートラベリングバンドが海外に渡ってたから、うん、俺らも海外行かなきゃってそれで始めたんですよって言ってて、<laughs> 行き方が違いますよって <laughs> マジで。マジでマジで言ってました <laughs>。そうなんだ。<laughs> うん 淀川、まあ、がある俺たちはあし日,、ね、日の嬢であるっていうね、うん、また嬢とつながっていくんですけど、そこでなんか歌ってくださいって言われて、子供たちもいたから、同様の赤とんぼを歌ったりとか、うん、アンコールが来たから、じゃあ今度はお父さんたちに、今度ことを起こすときは、武装解除で、そういう暴力じゃなくてことを起こしてくださいということで、これが僕からのメッセージですって言って、戦い続ける男たちに捧げる歌っていうのを歌ったりとかしたっていう。うん ただ、その後も交流続いて、毎月解放が送られてきたらしいんですよ。うん、結構手紙来たけど、返事出すとやばいなと思ってってね、思想犯だと思われるっていう。<laughs> っていうか、なんで住所知ってんだろうって言ってて。<laughs> <laughs> 本当ね。で、なぜか電話番号も知ってて、携帯にいきな電話かかってきて、元気ですか夕夜さんになったらぜひよろしくお伝えくださいと思います。<laughs> <laughs> すごいなす何その情報も。<laughs> 驚いてましたよ。<laughs> すごいね。行 <laughs> ってないのにっていう。で、まあ、そんな夕夜さんといえば、 ゆうやさんとジョーさんは本当に、ね、い深い関係で、うん、今回のは、ね、ジョーさんの死を受けて、さんツイッターでジョーの死はきついってつぶやいてたんですけどただその、本当に不思議な関係で昔はしょっちゅう喧嘩してたんですよ、うん、その3年間ぐらい口利かなかったこともあるってぐらいで、うん、もうゆうやさんのイベントは出ないって言ったりするぐらいで、うん、ちょうどユうさんがそのプラスチックのバンドを呼んで郡山でワンステップロックフェスティバルってのをやったときにユうん、さんから電話入って来ないかって言われて行かないよってガチャっと切ってそれから3年音信不通とか。うん もうあったんですよ優雅、うん、さんの映画関係の受賞パーティーの時に、なんかさらっちゃえとか、埋めちゃえぐらいの騒ぎになったこともあるって言って、何,何,何, <laughs> 何ですかそれって聞いたら、うん、打ち上げ会場にみんなつか集まってるのに、主役の岩雅さんだけがいないとで、みんな1時間半ぐらい待たされて、岩雅、うん、さんについてる人に聞いたら、最初は居場所が分かんないって言ってたんですけど、さら、うん、に問い詰めたら、実はすぐばそばのバーにいると。 でみんな怒っちゃって、夕夜さんが到着したとこで、ちょっと来いよって言ったらあっ、ね、あっち行っちゃったから、もうさらって、やっちゃえみたいなね、<laughs> 怖い人たちが言い出してみたいなね、夕 <laughs> 夜さんをええ、<laughs> もっと怖い人が、もうなるほど、<laughs> そんな不思議な関係なんですけど、女さんよくやっぱり一応は主要なみたいな人ですから、恩義っていうのは感じてる、うん、俺たちが守ってあげなきゃいけない、うん、誰かが見てあげなければ、本当にコボコボにされるかもしれないって言ってて、だから今飲みに行くと、必ずそれを止めて、家まで送っていくっていう。 面倒見てるっていうねう本当まあ女房役なんですよで優弥さんとほんと用途交番に入って警官にも絡んでいくような人で,でそれを止めるのがジョーさんの役目っていう <laughs> マジで、うん、すみませんこの人ちょっと頭おかしいんでっつってね <laughs> フォローするっていうお<ー>で一回力也さんが優弥さんビルから落とそうとしてそれをジョーさんが止めるっていうこともあったらしいんですよ <laughs> 最高の絵ですよねそりゃあのー、笑い事じゃないけど笑えるね <laughs> その3人がって <laughs> で、その話を、これすごいいい本があるんですよ。武勇伝っていう、上山中安岡力也桑野正弘対談集っていうのが <laughs>、うん。すごい。こ、こ、本当の武勇伝の方ね。そうです武勇伝伝伝じゃないですね <laughs>。女と喧嘩の話しかしてないっていう <laughs> で。それにこういう話が出てて、で、それをゆうやさんが読んで力也の野郎って激怒してるとか。<laughs> うん、うん で、さらにある時、飯尾さんから電話あって、絡まれてるって言われたことあるらしいんですよ。うん、で、誰に絡まれてるんですかって聞いたら、白龍とか石橋亮とか高橋万明とかっていう、うん、え、みんな飯尾ファミリーじゃないですかっていうことで、まあ行きますよって言って、どこにいるんですかって聞いたら、飯尾さんは渋谷。俺バット持ってるからって言われて、うん、でジョーさん、グローブとね、あの、ボール持ってたらしいんですよ。<laughs> ちゃんと。<laughs> とりあえず。とりあえずね。一発目かますかってことで。<laughs> <laughs> で現場に行ってよ、くよく話聞いたら、高橋ばんめさんたちが打ち上げやってて、そこに岩さんが来て、岩さんがトイレに立って戻ってきたらいきなり、俺の悪口言っただろうって始まって、うんで、みんなそんなこと言ってないって言ってんだけど、ジョーさんは、まあしょうがないから、岩さんせっかく来たんだから、そこの声で野球でもしましょうつって、<laughs> <laughs> フォロー。<laughs> <laughs> それで終わったんだけど、あれ、多分ユアさんのほうが悪いんじゃないかなつって,て、<laughs> あの人、すぐ勘違いするからってね、大勢でいって、トイレ入るとかなりちょ、必ずちょっとドア開けて、耳がダンボになってるのって <laughs>、ずっと誰か悪口言わないかって聞いてて、なるほど、お前、行っただろうってやるらしいんですけど、基本、誰も行ってないって言ってましたけどね、ユアファミリー、楽しそうですねって聞いたら、うん、大変だけどねって言って、<laughs> 大変でしょうけど、全然いつまでも変わらない感じがして、いいですよねって言ったら、まあ、そうだよね、俺たちも大人になったしねっていう。 いいいいかいいかよしよしって感じだよって言っててあのその辺の描写も確かここにあって武勇伝の中でジョーさんが言ってるのが。 裕也さんに関してはみんなすごくかわいいと思ってるよねって、かわいいし大切だし、これからもこういう人はいなきゃいけない、俺たちが守ってどこかで歯止めをかけてあげなきゃいけないって言ってて、そうなんですよだから、ジョーさんも力也さんも入院するような状態になってたんで、裕也さんがああいう事件を起こしちゃったっていうのもあるんですよ、歯止め聞かせる人がいなくなっちゃって、ストッパーの両手がなストッパー不在で暴走しちゃうと、ああなっちゃうと。そうですというね。 うん、<laughs> 今までどんだけの事件にストップをかけてきたんだっていうだよ、ね、<laughs> 相当未然に防いでると思いますね。ということでしょあそこは行られる告別式で家康さんが弔辞を呼ぶらしいですけどねあした、えー、いやでもいい話いっぱいあるんですよどこまで話していいのかですけど、まあね、人間の証明のテーマ最初流れてましたけど、うん あれも本当ね、その小学生でお母さんを失った人がね、ママって歌う意味っていうのもしみじみしますけど、あれ、ね、レコードの発売日に逮捕されてるんですよね。うーんタイまで。えー、<laughs> そんなドラマチックなこともほとんどないんですよ。だから、ベスト10の1位になったけど、今週の第一位は人間の証明です。ちょっと事情がありまして放送できませんっていうね。えああ、だからそうだったなんそうなんですか。そういう場面で歌ったことは20年ぐらいなかったっつってて。<laughs> 大ヒットしてるのに本人でも、歌ってんのあんま見たことないような気がする、うん、言われてみると、うん、しかもこれ、運命のいたずらというか、その時に裁判の、まあ、なんかね、証人になってくれたのが、まあ、アーチドスで有能なんで、私のところで扱ってちゃんと教育しますって言ったのが角川春樹さんなんですようんなるほど、そういうことですよね、<laughs> ドラフト1位みたいなで、ね。<laughs> でまたこの ちょうどあれですよね、ジョーさんが捕まったタイミングっていうのが、このころ、角川さんが麻薬のことを調べてたんですよね、うん、麻薬のなんかドキュメント本書いてて、うん、タイのゴールデントライアングル、うん、あの黄金の三角地帯、うん、そのなんかドラッグがすごい、いろいろうごめいてる、うんうん、そこの麻薬地帯の取材に行ってて、麻薬王のインタビューをしてたんですよ、うんで、インタビューの直前、インタビューいざやるっていうときに、ーさんが捕まりましたっていう連絡が入って、中断になったとか。<laughs> へー 今思い出したジョー山中モナカさんの思い出をな,なすか。まあか明日から始まりますけど、あの、うん、ライジングサンロックエスティバル北海道でやってるやつがあって、えーえー で、僕ら行ってて、あそこってバックステージのところがこう、あのー、なんだ食事スペースというか、みんなであの、ジンギスカンやったりとかしてるスペースがあって、そこってあの、その、それのパスがないと入ってこれないので、周りに柵で囲ってあって、えー、そこの入り口のところに、ゲートのところに、その、えー、黒人のバウンサーみたいなのが二人くらいいるのよ。う、えーえー、ちは、中でキャッキャッキャッキ,ャッキャッ言って、あの、肉焼いてたら、えー、その向こうで、なんだろーみたいなことになって、えー で、っパッて見たら、ええ、城山中さんが、なんか、家族、家族と一緒に来てるのかな、とて来てて、それで、なんか。 1>, 1歳半ぐらいかな、赤ちゃんをこう抱いて。そうです、はい、ばっかりでしょ。赤ちゃんを抱いた状態で黒人のバウンサーに英語でものすごい切れてる<笑><笑>まあ、勝てる自信があるからうもうあるし、ここはバウンサーのつがつながここはパスがないと、このパスがないと入れないんだからダメだって言ってんだよなんだ、えー、だどこになるなに <laughs> で、まあもう、F で始まる。えー、はいはい。<laughs> あの、フォーデーター,ードあ,あれをこう。えー バンバン言ってて、うちら見てう、うわ、すげえなっていう、そこまでし、ガンガン叫んで、黒人と、わーやり合ってんのに、<laughs> その一歳半の赤ちゃん全く泣かないんで、<laughs> まあ慣れてるでしょうねいつもの子だって感じで、<laughs> 涼しい顔して抱かれてて、<laughs> すげえな、じゃあもうなかっ,たっ思った思い出が、僕一つだけありますけれどもそうそうそう。僕取材した時に生まれたばっかりで、一番上が30歳で一番下が0歳って言ってました、ね。あ、うんまあ、じゃあ、その多分そ,その時なんですね,ね。うん、いやー。 すげえなと思った。えー、話がたくさんとおっしゃってましたね。本当<え> <laughs> に、えー。プロインタビューの吉田浩さんでした。どうもありがとうございました。なのです。明日金曜日はアメリカ在住の映画評論家の松山智博さんです。<laughs>